好天に恵まれました楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まあ彼は勝負強いバッターですから、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。はい、その期待のかかるフラッシュがバッターボックスです。まず際どいコースをついてきました。変化球打った、ボテボテの当たり、ピッチャーが抑えた、三塁アウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには足立が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあイーグルスとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですよね。低め見ました、ボールです。ファウルボールです。ストレート打った、セカンド取った、わっと悪送球、これはセカンドのエラー、しまったという表情。記録はエラーということになりました。まあ流れが来てる時ってこういうエラーを誘い出すこともありますからね。初球いいところに決まりました。これは落としてきました。すぐに追い込みました。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。4回終わって3対2、イーグルスが1点差まで追い上げました。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。